サニワ外。ということで、俺たちサニワがまたこの寒い中外に放り出される、そんな時期がやってきましたね。1月25日より都に潜みし鬼退治、遠豆兵を使って時間素行軍の鼻の穴に豆をビシッと当てて嫌がらせをする、そんなイベントですね。で、得た豆を使ってこちらで豆まきをすると、そちらで得た豆を使ってこの軽酒で豆まきボイスを堪能する。新規の豆まきのボイスはあるけども、正直動画にするほどでもないかなとは思っていたんですよ。ただ今日はもう一つあれを動画化しなくちゃなと思って、正直豆まきボイスはおまけです。今回の動画の後半ではミュージカル刀剣乱舞新作香水傘下の雪、そちらの初日公演配信で見てその感想をおしゃべりまくる、そんなコーナーをご用意しております。なのでいつも通りネタバレが嫌だよって方は前半の豆まきのあたりでブラウザをバック、他の動画を見て楽しんでいてください。ちなみに豆苗編成にしてあります。まあこの時点で親って思う人はね、配信を見た人だよね。新規の豆まきどうぞ。お庭外、こんなことをさせるなんて、いろんな主がいたけど今が一番面白いかな。やった、お褒めの言葉いただきました。豆まきだにゃ、鬼は外にゃ。ふう、投げられるだけ投げてやったにゃ。よう頑張った、満足だにゃ。これ全部全部掴んで投げたんだろうな。小豆投げろ。鬼は外、福は内。豆を巻き終わったら豆を食べるか。顎も強くなるぞ。そりゃな、年の数分食べるとなると相当疲れそうだ。新入りさんどうぞ。鬼は外、福は内。いいね、花を撒いても楽しいんじゃないかな。こうふわふわっとローゼスハリケーンのようなことになっちゃいそう。鬼は外、元気だ。予想外のトーン。お腹が痛いのは豆の食べ過ぎではないはず一応その気はあるんだね。つまり相当つまみ食いしたんだな。鬼は外、福は内。梅干しも投げちゃう。豆の使用量は計画書通りにと。ご利用は計画的に。鬼は外、福は内。茶でも投げるか。ジャバー、豆と茶も合う。鬼は外、福は内。子供殺法、懐潜り豆まきすごく、あ、そんなところまで、背中の方まで豆がいっちゃって、あ、取れない、なんか痒い、なんかもぞもぞするっていう相当嫌な殺法だな精神的にも来るし、お前そんな顔してとんでもない極悪な鬼やら服やら何でもかんでも外に投げるな。ほんまもんの鬼さんはどこやろうね。みんなの心の中にもいるかもよ。鬼は外、福は内。これから季節が変わるのだな。そうだね、節分からね、本来は季節が変わるっていうか年が変わるんだっけ。まめんちゅ。鬼は外、福は内。豆が鬼を払うというのも面白いな。リュウキュウではその文化はないのかい。よいしょっと。まずまずといったところじゃないかい。それは巻き加減がかい、それとも巻いた後の影響かや。鬼は外、福は内。鬼とも和睦。福とは
なんでしょう。まあ、鈴木さんちのせがれですよ。鬼は外、福は内。切りしました。何か払えたんだね。これで新規の豆まきボイスは聞き終わったかな。まあ一人いないんでそこはしょうがないな。さてこれより豆乳新作香水酸化の雪の感想のコーナー。今作の舞台がね、泉の神金貞、大金平、肥前忠広、交流影光、南仙一文字、山場切国広の6人なんだけども、まあちょっと違うんだよなっていう。まずは了解した。こうしないといけないんだよね。あともう一つはちょっと待っとこうか。さてそれでは配信を見ながら撮ったこのメモを見ながら、俺もねこういうの撮っておかないと、いろいろと言いたいこと、これ言いたいあれ言いたいがあるけどね、覚えきれてないんで、このメモを見つつおしゃべりしようかな。ただね、このメモを見ても箇条書きだから、何のことについて書いたのかっていうのがね毎回分かんなくなる部分はねあるんだよ。まあ上から見ていこうか。にゃいってするな。にゃというところでね、南仙一文字と大金平、古流、最初ねこの3振りだけで、そうとある刀剣がねなかなか出てこなかったんですよね。うん、にゃい大金平が言ったなきゃな。南仙パンチのにゃいってするなって。で、時代が幕末につながる前の桜田門外の変とか、あの辺りなんだけどもね、井伊直輔と吉田松陰、最初に歴名が出てくるんだけど、今回の歴名はね、なんかみんなキャラが濃い吉田松陰のこれまでかーみたいな、いやーみたいなさ、お前は筋肉かみたいなそして山場切国広、捨ての方ではね主役級でずっと前から出てたけども、ミュでは今回初ということで、まんまで声めっちゃいいよね。なんかヒプマイとかの出てた人らしいね。綺麗な低音でビブラートも綺麗で、ただまんまの布が最初さ、あの裾の方はちゃんと破れてるけども、顔付近とか、あれこの布やけに綺麗だなっていう印象がありましたね。まあ、もしかしたらね、公演を重ねていくごとにリアル汚れとともにいい感じの布になっていくかもね。まんまはミュの本丸だと結構古参らしいけども、ただなぜ今までいなかったのかってあたりよね。ね、最初はね遠征任務ばっかりで、資材稼ぎ依頼札稼ぎにばっかり生かされていたのかなと思ったけども、でミュノーマンバーね、なんか不思議な感じがあるんだよね。極めではないんだけども、なんか妙に悟ったというか、ネガティブ感がね、あれ割と薄いなっていう。もちろんちゃんと自分は写しだからとか、ちゃんとね山場切国広のキャラクターはあるんだけども、なんか俺たちの、まあ、勝手に思い描いていたまんまだけども、とはちょっと違う路線が、というかちょっと違う経験をしてきたまんまなんだなっていう。出陣する時代にね、詳しい刀剣男子を一緒につけてくれっていう時に、どうせなら長儀がいいんだかなと、自分から長儀を指名しちゃうぐらいだったからね。猫丸、これは確か大金平がね、まあ、ウグイス丸になぞらえて歴史上の人物とかね、その人たちに名乗る時に偽名を言う時にパッと多分南仙が思いつかなかったから、あこいつは猫丸だみたいなっていう感じでねつけたんだろうね。なんか今回は榎本さん枠みたいな方もいたね。違うっしょー語尾がずっとね、うっしょーってね、あの歌も北へのあの歌を思い出したよ。そうこのねラインダンスチンチンって書いてあるのが、これはあの豆乳とは関係ない余談なんですけども、俺がね小学校1年生ぐらいの時かな、家の近くまで友達3人ぐらいで帰る時に、俺発案じゃないんですけども、友達がね肩を組んで、でみんなあのチャック開けてチンチンを出しながら、その状態でラインダンスをしながら、あのね下校をするっていうか、家の近くをね楽しそうに帰ってるっていうねシーンがあったんですよ。それをふと思い出しました。そして妙に落ち着いて日銭を稼ぐヤマンバギリ、傘を作っていて、なんかあの傘の張り方の指導キャストがちゃんといるっぽいねバイトをしてることに肥前が怒っていたね。そして三の本丸、始まりの刀は一体誰なんだいっていう、そのまんまに古くからいるけども、始まり初期とは誰だったんだいみたいな言うけども、つまりは三の本丸で
後の方に権限した刀剣男子たちは、最初の初期刀のことを知らない、誰だか知らないってことは隠されている、なぜっていうあたりがありましたね。で、本来飯直輔と吉田松陰、安政の大獄で飯直輔がもうこいつら処刑だって言ってどんどんね消していって、吉田松陰もそれで処刑された、そんな間柄ではあるけども、今作ではなぜか仲良くなっちゃうっていうね、出会ってしまって仲良くなっちゃう、なんならペンフレンドになっちゃうっていうねさあ大きく歴史が変わっちゃうぞと。まあもちろんそれはね、時間素行軍の差し金ではあったんだけども、今回時間素行軍が珍しくね喋るんですよね。喋るっていうか、なんか泣き声みたいのがあって、あれこんな風になんか叫ぶうめくみたいのってあったっけと思って、なんかちょっと珍しいな今回。そしてバイトで作っていた傘を持ったマンバが出てきてと、傘を持っていると捨ての方を思い出すね。刀剣男子の名前の書かれた傘まあそこのなんかオマージュというかパロディというか、それも入ってるんだろうね。さあこの辺りでちょっと舞台を変えましょうか。鬼の副長ってなると前の主だな。やっぱり隊長はかっこいい方が映えるだろう。そう、今回泉の神金貞がなんと極めになって出てくると。身で極めになったのって初だよね。その修行には行ってくるよみたいな、そういうのは何振りがいたけど、余談だけど、ニッカリ葵の短期出陣、あれは三の本丸の葵の極めの修行なんじゃないかっていう、そんな説があるらしいね。ちなみに今回6振りね、揃うのがね、なかなか遅くて、最後にね、カネさんまあ出てくるんだけども、46分経過した後にようやく出てくるっていうね満を持して登場、さらに極めになってっていうかね、これはね、声出たわ。いや現地組よくこれ声出さずに耐えたなっていう、まあ出ちゃってはいたんだろうけどもただその声もへーっていうね、悲鳴に近いような声だろうね。いやいい演出してくれるわ。捨ての方はね、長谷部であったり、あの極めがもう何振りかいるんだけども、ミュでは初と。そして先ほど言ったように歴史が変わってしまい、本来15代将軍である徳川慶喜が家持ちの座第14代将軍になってしまったと。家持ちじゃなくなった、なんてこったい。まあ、その安政の大獄とか桜田門外の変とか起こらず、要は俺たちの知ってるあの幕末に行かないっていうことなんですよね。つまりは新選組すらも存在しなくなる。さあこうなると本当幕末という時代がなくなってしまう。もうこの時代自体がなんということでしょうになるわけですよ。そして今回あの南仙があの担当とかのそういう幼い若いキャラの枠なのか、人が死なないなら、この人が死なないならいい歴史なんじゃないのかっていうことに関して、いやそれは違うんだよってことを踏まえ、歴史の授業のコーナーがあるんですよね本来生死はこうなってるんですよっていう、歴史上の人物がねちゃんとあのタスキに誰々って名前が書いてあってね、すごく分かりやすい歴史の授業でした。だからね、今回の講演を見ると中高生とかね、日本史やってる人はいい覚え方ができると思うよ。徳川慶喜が14代将軍になってしまった時に、歴史素行軍はね、してやったりと、やってやった、思い通りになったぜということで、なぎなたの人だけかなくす玉を持ってね、パンおめでとうみたいな感じのをやっててね、そう、今回の歴史素行軍はね、なんかちょっと可愛さも含んでます。人を守るのか、それとも日本という国を守るのか。刀剣男子たちはね、歴史を守るために存在してるから後者ではあるんだけども、まあそこを含めた葛藤もあるし、で徳川の話になると、あの子守歌の話が、年ころりが流れと徳川といえばのあの曲だからね、バックでさらっと流れたけども、あの曲は俺たちの心に来る。昭和村塾への入塾希望生のメンツがとんでもないことになってたんだよな竹地先生とか高杉晋作とかこっそり入ってるしどんなメンツだよこの世界線の塾、昭和村塾っていう歴史の流れはかなり変わってしまって、ここからどう修正したらいいもんか。山んば切りは動かない、肥前はやきもき、ということで肥前は
自分で動いて、まあ、ある意味岡田伊蔵ごっこをして本来の歴史に何とか戻せないかっていうね、行動としては彼も辛かったろうけども、彼なりに考えて起こした行動だったね。今回マンバとカネさんが三日月みたいに、お前なんか知ってるんだな、分かってるんだな、その上でやってるんだなっていうね、そういうポージだったね。カネさんはカネさんで、まあ極めの修行を経たからっていうのもあるし、今までの公演でねいろんな辛さも経験したから、やっぱ体勢がついて精神的にもねだいぶ余裕があったのか、じゃあこの時代の元の主でも見てくかって言ってね、ついででこの世界の土方の様子とかを見物に行ったそうで、この世界では石田三役が流行してたぞみたいなそう、新選組はできなかったからね、あら成功したんだ薬売りっていうそれはそれで面白いが、万場の仕事部屋に入るとき、大金平がさでかいから扉がさなんかグワングワン動いてもうこれ壊れるんじゃないかってちょっと心配になったな。山場切りはいろいろバイトをしてたよ、傘を作ったり浮世絵をやったりで、今回の舞台が、まあ、座長は金さんなんだろうけども、舞台長は大金平なんだよね。で、マンバも元隊長、昔は隊長もやっていて、そう、隊長の役割は舞台のみんなを生きて帰らせることと、マンバはそれができなかった、舞台の刀剣男子折れちゃったやつがいると、それは誰なのかと、ここで名前が隠されている、そんな刀剣男子の話先にしましたね。おそらく始まりの刀ミュノホンワルの初期刀は舞台長山巻陸にひろの舞台に行き、何かの任務で折れてしまったのではないかと、まあ、厳密にはその初期刀が折れたんだよとかそういう発言はなかったけども、まあ、もしかしたらそうなのかもしれんね。でミュノホンワルで初期刀メンツでまだ出てないのって河川金貞だけなんだよね。でなんかの考察で、金さんはね、ミュノカネさんは歌を読むけども野貞について話したりすることがないっていう、それはつまりあまり名前を出さないようにちょっと辛い思い出でもあるからっていうことなのか、新しい奴らには半ば隠しているのか、まあ、さっき言った通りその折れたのが初期刀のミュホン丸にいない河川かどうかは定かではないけどね。日本史の教科書でも結構インパクトのあったあの A じゃないかありましたね。まあそこでね、ザ・ワールド時を止まれが起こり、時が止まったというか、もうこの時代が放棄されたと、歴史は放棄された、政府がああこの時代もう時間鎖国にやられてだいぶ変わっちゃった、修正不可能だわ、よし切り離そうっととロストベルトになっちゃうわけですね。なもんでね、そこの人たちがもうバイオハザード状態でしたよね。自我が壊れたのか、もう人としていろんなものを保てなくなったのか、もうゾンビ状態で刀剣男子たちにも時間阻行具にも襲いかかる、ほんとバイオハザードでした。パライソに続きまた人間をその手にかける、そんなシナリオがありましたね。とはいえ、まあ、パライソに比べたらってところはあるけども、まあ、結局人間を切ってるわけだからなかなか辛いところはあるよね。ただそうなってもマンバもカネさんも、うん、こうなることは分かっていたっていう、もう最初にね吉田松陰と飯直輔が出会ってしまったあの辺りからもう詰んでいたっていう、分かっていてなぜここまで続けたのか、要はマンバやミュノサニワからのスパルタ新人研修だったのではっていう、とんでもないなそれを経験させてっていう、なぜそんな経験をさせるのか。カネさんのぶっ飛ばーすは可愛かったねその言い方っていう。でなんとかねこの時代から、切り離されたこの時代から戻らなくちゃっていうシーンに移っていくわけで、なんか元のところに帰れるよゲートみたいのが、大変だもうすぐ閉まってしまうみたいなね、なんとかみんなで抑えつつ開けつつ、でも襲ってくるバイオハザード化した人間たち、時間阻行具も帰ろうとしてるけどこりゃまずいぞってなって、もうカネさんがね引っ張いて、なんかおめえらも手伝えっていう、まさかの協力共闘の風になって、ちょっと不思議な関係の胸熱展開でしたね。だいたいそういうところってさ、俺が抑えている先に行け状態になってね、うん、最後の一人がどうにかなっちゃうっていうパターン多いけども、まあ、今回マンバが最後に残って
結局ねゲートは閉じてしまって、ただ舞台のみんなは帰れたからこれでいいんだと、そして折れてしまった刀剣男子に向けて、これでお前のところに行けるぞってあたりで大金平がパワーでもう一回ゲートをぶち開けるっていうねさすが大金平だぜっていう、まあ結局みんな協力はしてたけど、そしてマンバも回収して無事全員で帰ることができた。大金平も隊長としての責務を果たすことができたと。そして撤退だと。そう、今回の任務はね撤退なんですよね。ボスを倒して終わりの勝利ではない、本丸へ撤退したっていう。俺たちもねクリアできなそうな時に押すボタンがあるじゃないですか、あれをしたわけですよ。そして公演2時間7分経って、そこでメインテーマの刀剣乱舞がようやく流れる、ようやく歌うっていうね、ここで歌うんだっていう一部の締めに。いや今回はね構成がすごい面白かった。そして最後に飯直輔が襲撃され殺されるという正しい歴史のシーンが、死んだ後に笑顔で現れる。なんせ刀剣男子たち、そう同じ編成で、要は同じマップに再出撃したわけですよ。そして今回はちゃんとクリアしたと。俺たちのこのゲームプレイでよくやる流れですね。出陣、あ勝てなかった、失敗した、ルートそれた。そうだね、ある意味ルートそれた、その表現も含まれてるのかもね。そして本丸に一度帰って体勢を整え、再度出撃、見事クリア。なるほどっていう、このゲームプレイの流れにもなぞらえた、そんな展開を入れてるっていうね。マンバがせっかくバイトで稼いだお金カツアゲされてたね。あのポッケのところチャンチャンってやってチャリンチャリン持ってんじゃねえかっていう、なんかヤンキーだったらおいジャンプしてみろよって言ってたな。最後にみんなでそばを食いに行ってと。一部の締めがさ、そう今まであの普通に立った状態でみんな揃って礼とかだったけども、座ってキザの状態だったかな、あれは。で礼をして終わるっていう、いつもと違うぞっていう。あれはその座った状態で礼をしたっていう座の状態はなんか意味が含まれてるのかな。いや心配したよ、もしマンバがね取り残されてマンバも折れた状態になったら2部はっていう、このあと2部が、福利厚生の2部が待ってるのにマンバいなくなっちゃうという心配だったけども、ちゃんとみんな戻れたと。2部の直前でだいたいさ、サニワのアナウンスで、まあこのご時世だから拍手のみで叫ばぬよう、声を出さぬようご協力をお願いしますと、いつものアナウンスで、いつもだったら光る棒はここぞという時に光らせてください、厳密に言えば2曲目で刀剣男子たちが歌い出したところでっていうアナウンスが今まで多かったけども、そのここぞがなかったから、あじゃあ1曲目からなんか結構歌う系かっていうね。まあ実際そんな感じでみんな2部のねきらびやかな衣装になり、なんか今回はみんなホストかって感じだったねなんか2部の衣装でそのまんまフードをかぶってると、なんか2部衣装の岩通し感があるなっていう。2部の衣装っていつもはだんだん脱いでいって第2形態第3形態っていう風にね呼ばれてたりするけども、今回まさかの上に着るっていうね、あ第2形態から第1形態へみたいな順番としては2、1、3のような流れでね、あやっぱり今回撤退で1回任務失敗も挟むから、そのやり直しでまた1からっていう意味も含まれてるのかなっていう。でも着た状態もかっこよかったな。まあ第1から第3形態全部かっこいいんだけど、どの公演でもカネさんの衣装さ、極めの衣装もそうだけども、裾踏まないか心配になるそんな衣装だよね。そしていつもの RG 盛り上がってるかーのコーナーとかでね、マンバが綺麗とか言うなまだ誰も言ってないぞっていうツッコミが入りつつまあ声は出せないから拍手だけでね、拍手の練習をさせて、カネさんがあのチャン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 、いいとものあれですねカネさんは極めの修行でタモさんに会ってきたのかなっていう今回また俺たちの課金による太鼓が新調されていたね。あの大きい太鼓、あれ今回初の太鼓だよね。歴史上の人物たちが叩くやつ、刀剣男子たちもね叩いてたし。2部だとなんだろうな、マンバの曲が良かったな。でもマンバが
いい感じの歌い方するから、うん、そこだろうな。キャラとしての声も合ってるし、歌声もよく、2部ってだいたい最初みんな揃ってのなんか歌あって、ソロ曲とかデュエット曲があって、で、客降り曲みたいなちょっと楽しめの曲があって、で、他で言うと、例えば約束の空みたいに、そういう2部メインテーマみたいのがありつつ、で、後半に獣とかそういう太鼓曲、荒々しい曲が入ってっていう流れで、今回どの曲がどのポジションなのかなっていう。今回獣ポジのは男道だったね。あ、男道、またやってくれるんだっていう。今回男道だったのはまたそれも理由付けがあるのかな。でも今回任務一度失敗してるからなのか、誉れがなかったんだよね。ボーンって誉れの文字とともにね、最後出るんだけども、それがなかったっていう。そして今回初となる、なんと時間素行軍の歌、なんかノイジーな感じで呪文のように埋めくだけかなと思ったら、あ、ちゃんと歌詞があるっていう。時間素行軍、こいつら歌うぞっていう観客席がさ、え、これペンライト振っていいのかなっていうね、なんか戸惑いある感じでね、振ってたね。何色にしたらいいのっていう、時間素行軍の色ってどれっていうあれはね、会場の現地組の人たちも困惑したろうね。そして一部の元の衣装に戻り、刀剣乱舞をさらっと歌い、キャストが挨拶をして一礼をしてね、パチパチパチと、最後に座長の金さんが挨拶をしてと。いや、ほんと今回も面白かったな。そしてまあいろいろと辛い悲しい流れもあったからなのか、対比としてパライソのツイートをした人が多かったのか、なぜかパライソとかインフェルノがトレンド欄に入ってるっていうね今回はその公演じゃないぞと。これはね、初日の見といてよかったわ。リレー配信が確か18時から見れるから、また見よっと。いつものことではあるけども、この闘牛感想コーナーはこの箇条書きのメモとともに、俺が今覚えてることをポンポンと出してるだけなんで、もちろんまだね、言えてない内容とかもあるから、ぜひ自身の目で見てほしいな。今回の公演配信のいくつかあるけども、千秋楽の日のかな、マチネと襲われ、2公演でなんかお得パックみたいなあったからね、それもおすすめかも。ただまあ数ヶ月先なんで、早く見たいよって方は今初日公演のさ、買って見ちゃえよ、ディレイ配信で。さあ、そして闘牛といえば、5月から始まる真剣乱舞祭2022、いやー楽しみだ。また今回のね、公演の刀剣男子たちも出るし、今回座長は誰なんだろうね、こいつでもあるかな。そして公演によってね、会場代わり出演の刀剣男子もいるから、わあ、何回見させる気だっていうね円盤には全部入ってくれるのか、チケット取れたらこれは現地で見たいな。さあ、こんな感じで長々と今回も闘牛の感想枠にお付き合いいただきありがとうございました。次回は2月15からの新イベント、こちらですね。何が起こるんだ新イベントまあ新イベントということは、新刀剣男子も期待していいかな。それではまた次回お楽しみに。